はい、今日もハッピネスおすわけ、どうも上杉です。ということで皆さん、久しぶりの Vlog 的な YouTube でございますけども、今私は東京駅に来ております。まあ、もうタイトルの方見ていただければ分かると思うんですけども、人生初の母親とのですね、沖縄旅行に行っていきたいと思います。じゃあ今から成田空港行きのバスに乗ってきます。バイ。はい、ということでですね、今回はジェットスターさんの飛行機にお世話になって、沖縄に私の実の母をですね、親孝行ということで沖縄旅行にこれから行ってくるんですけども、比較的ですね、背景見ていただいての通り、コロナを明けた、一応明けたでいいのかな、日曜日ではございますけども、まだ日曜日でありながらも落ち着いている状況なのかなっていうふうに見受けられますね。今時刻がまだ12時半と、まあ、搭乗まであと1時間ちょっとあるので、少し空港の中でゆっくりしてから沖縄に向かおうと思います。立ってしまったんですけども、沖縄那覇空港に着きまして、でその後レンタカーのところまでバスに乗せてもらって着いて、今回宿泊するホテルが那覇空港から、まあ、30分ぐらい離れるところにあるんですけども、やっと着きました。お部屋に見てください皆さん、じゃん、なんと綺麗なソファーもあって広々としております。奥のですね、ベランダがすごい広いんですよ。いい感じですね。で、今日すごく道が混んでたんですけど、なんでかなと思ったら、今日10月31日、もう、ドハロウィン。もうなんでだろうなんだろうって、なんかね、一応その旅先だからさ、事故とか起きてたら嫌だなとかいろいろ考えてたんですけど、このホテルがアメリカンビレッジっていう、言ったらショッピングモールかな、いろんなご飯屋さんや雑貨店、もろもろ含まれてるショッピングモールがあるんですけど、たくさん仮装されてる方々からもう交通渋滞起きちゃってて、すごかったですね。で、まあ今、到着して、まあ大体9時ぐらいなんですけども、近くに沖縄料理が食べれる居酒屋があると、ホテルのエントランスの方が教えてくださったので、これから行こうと思います。はい、ということでお母さん。はい。やっと沖縄っぽいことをこれからしに行くんじゃないですかね。今もう9時半ぐらいでして、ほんと、音楽も聞こえてきますけど、ハロウィンなんですよ、沖縄なのにって言ったら、ちょっと沖縄の方に失礼かもだけど、渋谷のさ、スクランブル交差点がさ、賑やかなんだら、まだなんかね、いや、こんなコロナ禍でとは思いながらも、まだわかるけどさ、沖縄もなんだっていうのがちょっと驚きましたけども。なのでこれから沖縄初日から沖縄料理でですね、体の内側から沖縄を感じてこようと思います。イエイ。じゃあ次お店でお会いしましょう。はい、じゃあまず沖縄最初の乾杯ですね。オリオンビールで。はい。乾杯、お母さん。乾杯、ありがとう。初沖縄。はい。どうぞ。はい、ということで自分のお母さんとですね、沖縄旅行1日目。沖縄料理食べれてよかったね。うん、ね、美味しかった。沖縄旅行初日、沖縄料理を食べることができました。イエーイって感じでね。ごちそうさま。これからすぐ近くなので、お母さんと一緒に歩いてホテルまで戻ろうと思うんですけども、明日、まあ、朝一からですね、予定をもう組み立てておりますので、明日も最高な1日を過ごそうと思っております。ということで本日沖縄1日目の Vlog でした。皆さん、またお楽しみください。バイ。はい、おはようございます。ということで2日目の朝でございます。とりあえずはこれからお母さんと一緒に朝ごはんに行ってこようと思います。お母さん OK？
起きて。オッケー。オッケー。じゃあ行ってきます。はい。こちらお母さんの朝食ということで。こちら私の朝食でございます。偏りすぎでしょって。初めて見た。でもこんなの劇的酸っぱい沖縄シークワーサー果汁 100% 絶対これギーってなりそうな気がするんですけど、お母さんが飲みたいっていうのでちょっと私も買っちゃいました。男らしくね、ギュッてこれ飲んでから。お母さん重たそうだね、これ下ろしといてあげる。じゃあいただきます。乾杯。行くよ。意識だ。あ、でもね、あーな感じはない。美味しい。あ、あとで来るパターン。もう素材そのままって感じ。さっき下に沈殿してたじゃん、なんか軽く。あのシークワーサーの甘みだけじゃなくて苦みの方がね強い。うん。グリーンレモンみたいなさ、ああいう感じの苦さがある感じ。食べてみてください。飲んでみてください。はい、ということで今歩いてセーファウテキの場所まで向かっているところなんですけど、もう沖縄に来るとさ、自分あの年一で行ってたじゃん、うんうんうん、前働いてた時さ、うん、年一で来て毎回いろんな場所に行くんだけど、セーファウテキだけはね必ず来てたんだよね。なんかそれぐらいあのなんかパワーもらえるって、うんうん、あ、この子じゃない？下向いて咲いてるもん。ちょーっと、あ、シュッシュの方がいいね。下向いて。はい、ということでセーファウタキ初でしたね、お母さん。はい、いかがでしたか？もう最高でしたよ。ぜひおすすめ、あのお時間のある方一回本当に行くべきだと思います。本当に沖縄に来たっていうかさ、その、うん、まあ、沖縄に古くから生きていた方々というかさ、先代の方々の魂宿る場所というか、うん、エネルギーを感じる場所ですよね。本当に、うん、真面目な気持ちでぜひ参拝に伺ってみてください。おすすめです。2日目の朝市場パワースポット巡りといいますか、セーファウタキ訪問でした。ということで皆さん、先ほどですね、はい、セーファウタキの後今母親とこの国際通りに来ました。初国際通りでもね、当然ね、うん、ここはすごくあのなんていうのかな、お土産屋さんとかさ、あのご飯どころと、うん、まあ、たくさん賑やかな、ね、道の通りでございますので、旅行に来たっていうふうになんか一番思えるロードなのかなというふうに思ってるんだけど本当にお土産屋さんでした。そうね、まあ、今ちょうどお昼時なのでお昼ご飯どこにしようかなって、この国際通りのどこか美味しそうなところで決めちゃおうと思います。候補はやっぱり沖縄料理か、そのアグー豚のしゃぶしゃぶだよね、今のところね。楽しみです。はい、ということで先ほど国際通りでですね、母親と一緒にアグー豚のしゃぶしゃぶを食べてお腹満たされた中ですね、寝たいってなりながら一旦ホテルに帰ってきました。でお母さんはこの後あのアメリカンビレッジっていう大きなショッピングモールがあるんですけど、そこでウィンドショッピングなりなんなりお母さんはしてくるみたいなんで、私ちょっと髪の毛がですね、特に後ろの方がもう
伸びて伸びてすごいんですよ。沖縄でやったことないことの一つとして髪を切ったことは当然ないので、やったことないからやるってわけじゃなくて本当に髪の毛切りたいから行ってくるって感じなんですけども、これから私は初の沖縄で美容室に行って髪の毛を少し切ってこようかなと思っております。ちょっと寝ようかな。はい、ということでですね、初めて沖縄で美容室に行ってきました。いい感じにですね、後ろの方が結構重かったんですけど、まあ、前の方の長さもカットしてもらいまして、いい感じにすっきりしました。沖縄で髪の毛を切るなんてなかなかないと思いますからね、そんな果たしてやる必要があったのかってところですけど、素敵なお姉さんにカットもしてもらえて、いい情報も聞けたのですごく良かったです。で、今日はこの後、今泊まっているホテルの屋上にバーがあるんですよ。沖縄はこの11月1日から自粛が明けてっていうところで、お店がどんどん通常通りオープンしているって感じなんですけど、9時でバーが閉店っていう感じになっちゃうので、今のうちにもう6時半ぐらいかな、行っておしゃれにお酒を楽しんでいこうかなと思っております。じゃあバーに行ってきます。お母さんと過ごす沖縄最後の夜はホテルの屋上にあるバーからスタートしました。ちょうどこの日から営業再開ということもあってか、私たち以外のお客さんは誰一人としていなくて、一番いい席でお母さんと乾杯することができました。ここでは昔の思い出話やこれから先の話をして、とてもいい時間を過ごすことができたなと思っています。おしゃれなバーをたくさん知っているお母さんから育った私だから、私もこういう空間で大切な人と過ごす時間が好きなんだなって思います。はい、ということでバーでのひととき、いかがでしたか、お母さん。いい雰囲気だったよね。お姉さんも可愛らしかったし、ね、最高でした。沖縄の方かと思ったけど、なんかフランスと日本のハーフのね、バーテンダーのお姉さんにおもてなししていただきまして、美味しいお酒をね、お母さんとたしなむことができました。で、まだちょっとホテルに戻るのは寂しいので、今アメリカンビレッジの中で、11月1日になってその自粛も明けたので、今まだやってる時間帯になってまして、沖縄料理店に来ました。でも絶対この滞在中に自分もめちゃくちゃ太ったもん。実感的に体が重い。あれもね、まあ特別な2泊3日ですので、肝臓というかもう胃袋というか、勝ち切れるまで沖縄料理と沖縄のお酒で、まあ、満たされてるという感じですけど、まあ、今日の夜はここでお母さんと一緒に美味しい料理とね、美味しいお酒と楽しい空間を過ごして最後の夜を楽しみたいと思います。乾杯。この曲がいいしょ。はい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 。はい、ということで皆さんおはようございます。3日目の朝です。いかがでしたか、お母さん。沖縄というか沖縄最終日、このホテルではもうチェックアウトでお別れですけども、最高でした。本当にもうこの言葉しかない。何よりは素敵だったし、うんうん、食べ物は噂では沖縄はあまり美味しくないって聞いてたけども、そんなの全然嘘、何を食べても美味しかった。オリオンビールもなんか最初から疑ってかかってごめんなさい。飲んでみたら全然普通に美味しかった。うん、ぜひ皆さん、メンソーレ沖縄。素敵なね、お母様に前だしね、居酒屋で、ね、昨日ね、うんうん、やっぱり沖縄にね関わらず、世の中実際に体験してみないとわからないことがたくさんあるってことだね。学びました。はい、よかったです。初沖縄楽しんでいただけたみたいで、はい、今日はこの後ですね、16時ぐらいにはレンタカーのところに車を返しまして、空港に向かうっていう形になります。今10時半ぐらいなので、まあ、あと5時間半ぐらいゆっくり母親と一緒にですね
あのなんかスーパーでゴーヤが買いたいらしいのでもろもろ買うもの買って、あの帰る身支度整えていこうと思います。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。お母さんもバイ。大切な人と過ごす時間はあっという間に過ぎ去っていくけれど、当たり前なんてどこにもないんじゃないかなって思うんです。あの時時間があれば、お金があれば、そんな生き方ではなくて、今自分自身は何をしたいのか、誰と過ごして誰にありがとうって伝えたいのか、これこそ当たり前のことなのかもしれないけれど、たくさんのものや情報であふれかえってる今を生きる私だからこそ、真心を大切に当たり前のことを忘れたくない。この時の一瞬も自分が最後を迎えるまで忘れない最高のひとときでありますように。